伊比川町立伊比川図書館は、岐阜県伊比郡伊比川町上、港二27番地球にある公共図書館。三館からなる伊比川町立図書館の中央館である。1972年4月10日、山林線3 0 0番地に図書館法に基づく伊比川町立図書館が開館した。かつての伊比川町役場の建物を利用しており、郷土資料館が併設されていた。 当時の近隣自治体に独立館の公共図書館はなく、伊比川町が先駆けとなった。1980年4月10日、城南方15番地1に伊比川町立図書館の新館が開館した。鉄筋コンクリート造りの2階建てであり、延べ床面積は589平方メートルだった。1980年度末の蔵書数は25,995冊であり、 1980年度の貸し出し冊数は4万20冊だった。1995年までの貸し出し方式はブラウン方式を採用していたが、1995年7月には図書館システムにコンピュータを導入し、またタッチパネル式の利用者用検索端末が設けられた。岐阜県の町村立図書館としては早い開館だったため、ビデオや CD の視聴覚コーナーがなく、 設置の要望が強かった。このため、1995年11月には、増築工事に着手し、1996年2月1日には、図書館を休館として、隣接する伊比川町中央公民館1階、第2会議室に、臨時図書館が設けられた。8月1日には、増改築を経て、リニューアルオープンし、延べ床面積が820平方メートルとなった。 工事費用は1億4000万円。2002年度末の蔵書数は76,644冊。2002年度の貸し出し冊数は64,659冊だった。講演会、コンサート、人形劇、お話の夕べなどを開催し、文学講座、短歌会、読書サークル、お話の会などの自主活動グループがあった。いびがわ図書館は、 子供の読書推進活動に力を入れており、絨毯が敷かれた1階の絵本コーナーには約7000冊の絵本があった。2階の郷土資料室には約5000冊の資料があった。2005年1月31日には、伊比川町、谷組村、久世村、春す村、坂内村、藤橋村の一町5村が合併して伊比川町が発足し、伊比川町立図書館は、 伊ビガワ町立伊ビガ図書館に改称した。2008年3月上旬には、町内の建設会社社長から寄付された300万円を元に、福祉、教育、交通安全を主題とする高田直樹文庫が設置された。伊ビガワ図書館の建物は老朽化や耐震強度不足が指摘されており、2019年7月に新館の建設に着手した。 2020年2月末に完成し、同年3月26日に竣工式が行われた。同年5月3日の開館を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の世界的流行の影響で開館が延期され、5月26日に、イビガワ町立イビガア図書館が開館した。開館時点の蔵書数は約11万冊であり、蔵書可能冊数は約13万冊である。 コロナ禍の影響もあり、5月26日の開館当初は貸し出しと返却のみ対応し、学習室や新聞、雑誌コーナーの利用は禁じていた。同年7月10日、読書履歴を記録できる読書通帳機の稼働を開始した。伊比川図書館は伊比川町地域交流センター、花ももに隣接している。木造2階建て。 延べ床面積約1360平方メートル。岐阜県で初めて CLT 工法を用いた建築物である。建物には、伊比川町産を含む岐阜県産の杉材や、ヒの木材がふんだんに用いられている。2階には、岐阜薬科大学名誉教授の水野水雄から寄贈された図書のコーナーがある。伊比川町に所在する有限会社伊比川清掃からも寄付を受け、 546冊の図書を購入している。ありがとうございます。